栗野真一郎栗野真一郎フランス大使時代、ハーバード大学在学中の栗野真一郎、ダンタ拓マと栗野真一郎昭和12年11月15日は、明治、大正期の日本の外交官、初代中フランス特命全権大使、福岡藩総術師範、栗野小右衛門の長男として、現在の福岡市中央区に生まれる。幼名は昇る。藩校に学んだ後、 西人の滝田紫城の塾、雪中堂に入門し、漢学、国学、蘭学を学ぶ。慶応元年、福岡藩大十一代藩主、黒田長広の命により藩比留学生に選ばれ、英語習得のため長崎の南霊これの英語塾に入塾し、同年入塾した、六宗光、高峰城吉、山口直義、吉川県勢らと共に学んでいる。しかし、 慶応三年、ここで、同伴士が起こした英国水平殺害事件に巻き込まれ、京都六角の獄に拘留される。明治二年に釈放されるが、このことがもとで明治四年に、同郷の金子健太郎、段拓馬が渡米した岩倉施設団図以降の米国留学からは外された。しかし、その後も、東京で平賀義室のもとで、英語修行に励み、明治八年に、 再び反比留学生に選ばれ、米国に留学し、ハーバード大学に入学して、法律を専攻する。ハーバード大学では、金子健太郎や小村寿太郎と親交を結び、同じボストンにあるマサチューセッツ工科大学に学んでいたダンタクマとも親交を深めた。明治14年、ハーバード大学を卒業して帰国し、同年12月に外務省に入省する。 外務省では、井上香織外務大臣の下で、明治15年8月に、検証書期間、明治18年3月に、条約改正かけ、明治19年3月に翻訳局次長などを務め、不平等条約の改正会議に備えたが、改正条約草案をめぐって、青木修造外務次官と衝突して、外務省を退官。同年4月、榎本武明定身大臣の要望により、 定新大臣秘書官に転任する。その後、定新省で参事官や外新局長を歴任し、東京郵便電信学校を設立して、初代校長に就任、郵便法や万国郵便電信規則を制定、明治23年3月には、パリでの万国電信会議の日本代表を務めた。明治24年5月、榎本武明が外務大臣に就任し、 条約改正に意欲を燃やす江の本は、同年8月、栗野を新設された外務省政務局の初代局長に任命した。明治25年9月まで取調べ局長も兼務している。明治27年、ムネ宗光が外務大臣となると、同年7月、道の国、中米公使兼中メキシコ公使に任命され渡米し、米国との条約改正交渉に努め、 同年11月には、グレシャム国務長官との間で、日米改正新通商条約の調印を成し遂げる。その後、明治29年4月、中イタリア公師兼中スペイン公師となり、明治30年1月にスペインとの条約改正を成し遂げる。明治30年5月、中フランス公師となり、駐在武官である同郷の赤島と次郎と出会う。明治十三年には、 パリ万国博覧会において、同郷の川上乙次郎の講演を支援し、大成功を収めている。明治34年10月、桂太郎首相に説かれて中ロシア講使となり、日露戦争開戦直前まで外交交渉に尽力した。この時の駐在部官も、赤嶋元次郎であった。明治37年2月6日、小村寿太郎外務大臣の命により、 ロシア政府に宣戦線布告文を提出し、ここに日露戦争が開戦した。なお、この宣戦線布告文を起草したのは、周遊館の後輩である山田円次郎である。その後、フランス公使館が大使館に昇格した明治39年1月に、発大中フランス特命全権大使に任命される。明治40年6月、日仏協約を締結し、同年、 積年の功が認められ男爵位を授けられた。明治44年8月、日仏通商公開条約の調印を果たし、ここにすべての列強との関税自主権が回復したことにより、不平等条約の改正が完了する。明治45年に帰国し、同年3月に死爵位を授けられ、大正2年11月に退官。昭和7年1月には、数密顧問官に就任している。 ありがとうございます。